はい。ありがとうございます。それでは続いて、ミャンマー側の方の皆さんからですね、自己紹介をしていってください。じゃあ私から名前を、木村さん、これ、この名簿モートン、この上から1番から順番にしわていかりたまだした。けるとありがたい。その順番で、説明させてもらいます。那么澳洲毛利是我爷爷毛毛利喏，这个小改表呗喏，那明年老呗。这批的表喏，但姐姐呢？マチャラムで。じゃあね、マこんにちは。私はイェイエンマウと申します。今28歳です。3人兄弟の中で一番上です。下では妹と弟がいます。2012年に大学から卒業しました。ハンディに興味があるので、久米田大学に入学して、今もソフトウェアエンジニアとして働いています。JavaScript と SQL と CSS はもちろん、サーバーサイトに関しては、pv.net、cc.net、あと Java、PHP で仕事した経験があります。それの中で、pv.net と Java は得意です。日本語でも興味があるので、ミャンマーである日本の会社で2015年で入社しました。今6年目です。障害販売システムをメインとして仕事をしました。今まで日本会社で働いたので、日本人の仕事やり方となられたと思います。あと会社から1年派遣されましたので、日本へ行って働いた経験もあります。今もチャンスがもらえば、日本で仕事をしながら日本の文化を学んで、日本の著名なところへ遊びに行きたいとは思っています。以上です。私から。ありがとうございありがとうごまざいます。ございます。我那得要你妈的臭臭票，这边呢？先に確かめたいのは、私の声が聞こえますか？はい、聞こえま大す丈夫よ。OK でですす。よ。大丈夫ありです。がとうございます。はじめまして、私はチョチョピと申します。今、29歳です。はい。2010年に経済大学を卒業しました。2012年3月から日本で留学生として2年間ぐらい勉強してて、2016年2月から、ID、シドニマという ID 企業で、日本語を教える先生としてやりまして、2018年2月からは、イエジミャンマーという日系の企業で、経理、翻訳、通訳をやりました。今、2019年1月から、GIC ミャンマーという IT、日系の IT 企業で、IT プログラマーとして働いています。勉強してたのは PHP、Java 言語を使って HTML、勉強はしましたが、デザインとしては HTML、CSS、JavaScript も勉強しました。今、開発の中で今までやってたことがあるのは、Approve というプロジェクトを3人グループで HTML、CSS、JavaScript、Java を使って、プロジェクト開発をしました。仕様書、詳細設計書とも書いたことがあります。今、日本、いつか、それまで、開発の中で一番強いのは、ウェブサイトの方がもっと強いと思います。いつか日本に採用ができれば、日本で、ずっと、働いて生活したいです。以上です。よろしくお願いありがとうございます。なおてやおにまりすいあうの、にまりすいあうびょうびの。今聞こえますか？ます。はい、聞こえますよ。どうはい。ぞ。オッケー、オッケー。
今から私の自己紹介を始めまして。はじめまして。はい、私の名前はスー・イー・アンと申します。スーさんでもイーさんでもいいです。今は27歳です。はい、私は2012年にコンピュータ大学から、ヤンゴンコンピュータ大学から卒業しました。うん、それから2032年の11月からミャンマー DCR で入社しました。うん、あとこれ2017年には2017年から2年間は DCR の本社名古屋へ派遣されてシステムエンジニアとして働きました、うん、2019年の3月末にはミャンマーへ戻ってミャンマー DCR に、勤めました、勤めているポジションは、デベロバーとかシステムエンジニアとかプロジェクトのサブリーダーとして働きました。今年の4月からはチアテコンソーティングミャンマーという会社に入社しました。この会社には BSE ブリッジシステムエンジニアとして入社してそのポジションで働きました。あとは今今年の11月からはヒーローケインミャンマーシステムには入社してから C シャーププログラミングを使ってプロジェクトに参加しました。とプロジェクトプログラミングの言語としては私は得意な言語は Java です。2番目は C シャープ、3番目は PHP です。来年にも Python について、勉強する予定です。はい、私は2年間、日本へ派遣された時には経験としては詳細設計書の経験もありましたので、今後、設計書作成の経験もあれば、チャンスがあれば、もらいたいんです、はい。私の自己紹介は以上です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。では、森森林太、森林太表明な。はい。こんにちは。私の声は聞こえますか？はい、聞こえますよ。はい。はい。私の名前は前林太と申します。私は今26歳です。私は卒業したのは2015年から IT 技術大学で卒業いたしました。私は私の家族は家族で2人目と私です。私の得意な言語は前は Java を触ることは多くけれど、今は PHP については自分で学ぶ中から、その後授業でも、学んでいるだから PHP と出します。その後私は日本語を勉強したのは3年間くらいかかりました。今は日本に行く気持ちが強くけれど、今は、コロナを日本に行く私の興味を少し後に作って、私は今、日本語の先生として生活しております。はい、私は、今の勉強したのは PHP のプロジェクトとして、ケハンにも私は作ったことがあります。はい、私の自己紹介は以上です。よろしくお願いいたします。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。那第二你妈里 we new thing。OK 吗？好，こんにちは。こんにちは。こんにちは。私は Wei Miu Teng と申します。私はヤダナモサイバーシティ技術大学から去年卒業しました。私は今24歳です。私は仕事をする経験が2年間あります。私は Java、Spring Boot、Odoo、Python、言語を使ってプロジェクトを開発したことがあります。私は去年 GLPTN さんを合格しました。私は今日系企業でプロジェクトを開発した経験が2年間あります。私は今ソフトウェアテスターとして働いています。私は3月
Diplomat of Software Testing Ellison Kaka Ellison Kara for the software Tesuta Diploma を成功しました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。なおてやおにまりせまう。はじめまして。はじめまして。聞こえますか？はい。はい、はい、はい。私の名前はせまと申します。今は28歳です。2013年に技術大学からアインディ専門で卒業しました。私は今、ミャンマーにある日本人の会社にフレンドデベロッパーとして働いています。得意なプログラミング言語とは HTML、CSS、jQuery、JavaScript です。現在の職場でその言語だけでなく、WordPress と Movieway タイトル CMS でプロジェクトをやったことがあります。私の趣味は料理することです。料理を作るとき、やるべき手順を整理し、複数のことを同時に進行で進めていくのが好きですから。私の自己紹介は以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。なおちゃんにまり、みやんのうぴょうべの。こんにちは。こんにちは。こんにちは。私は宮野ウと申します。27歳です。宮野大学から英語3問で卒業しました。アンディはセルン会社のアンディプラスに日本語とプログラミングを初めて勉強しました。今は今にある日本会社に働いています。今の会社に HTML、CSS、jQuery、JavaScript を使ってコーディングをしました。その上、オペラとか、Shopify というフォームを作成しました。私の趣味は本を読むことで、本を読むことといろいろな知識、生活をしました。私の自己紹介は終わりました。よろしくお願いします。ありがとうございます。なおてやおにまり、いかんぷん。いかぷん。ハロー？今ね、ネットが切れたみたいで、今再接続中。あ、じゃあ、8番を、あとで、はい、今、はいはい、9番、はい。はい。テレピウェンアウ。テレピウェンアウ。聞こえますか？はい。はい、聞こえますよ。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい。はじめまして。私の名前はテレピウェンアウと申します。今は28歳で、2012年にコンピューター大学を卒業しました。うん、1年半ぐらいシドリミョマンの会社に勤めて、今でも1000人ぐらいシアテミョマンにフラットエンドの背景者とリーダーとして働いております。うん、HTML、CSS、JavaScript、jQuery を使ってウェブサイトを作成しました。その上で PHP を使って WordPress のチーマーも作成したこともあります。うん、PHP と WordPress が得意です。新しい技術と日本語を勉強するのを興味があります。趣味は歌を聴くことです。以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なおてやおか、タンダーチョ。私の声聞こえますか？はい、大丈夫です。はい、はじめまして。私はタンダーチョと申します。今25歳です。ミャンマーの地方出身です。私の家族は5人家族です。2016年に蒙古コミュニティ大学を卒業しました。卒業してから日本の IT 会社で働きました。会社で働きながら日本語を勉強しました。会社で PHP、HTML、CSS、jQuery、Vue を使って仕事をしました。今まで大オプロジェクトをコレンシステムと大学努力試験管理システムと景気や管理システムです。得意な技術は PHP です。
あのウェブ開発者としてあの働いたのは2018年までです。あの日本語を学びた後、私も日本語の先生と日本語の先生になりたいと思って、あの2019年から今まで日本語の先生として勤めてきました。あの私自身も日本語が大好きで、日本に日本に来て日本人のように仕事をしたいと思っています。はい、以上です。ありがとうございます。のりやおにまでいたなあと。私の声聞こえますか？はい。はい。こんにちは。はじめまして。私はエイタナーチョーと申します。今25歳です。2017年、ヤナワサイバーシティ工科大学を卒業しました。専門はコンピューターエンジニアリングです。私は日本に1年間くらい働いた経験があります。今は私は日本の会社で、2年11ヶ月、働いたことがあります。私はあの Java、PHP と Swift を使って開発した経験があります。現在私はあの Python を勉強しています。あの 今でも日本語を日本語の先生に、知っています。あの私の趣味はあの料理を作ることです。あの日本の技術は高いと思うので、あの日本へもう一度行って働きたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ナディア・キンザー・ルイン。はい、私の声聞こえますか？はい。はい。はい。はい、こんにちは。はじめまして。私の名前はキンザーリンと申します。はい、私はミャンマー人です。私の家族は5人です。私は長女です。2016年にコンピューター大学から卒業しました。コンピューター大学卒業しました。HIMS ヒルケイミャンマーシステムコミュニティと DIRAC テクノロジーに4年間くらい働いたことがあります。今、ソフトウェアエンジニアとして DIRAC テクノロジーコミュニティに働いています。1年くらい日本語を勉強しました。NU を合格しました。今、N3 を勉強しています。ヒルケイミャンマーシステムコミュニティに C# プログラミングと PHP を使って仕事をしました。DIRAC テクノロジーコミュニティに C# ソフトウェアを使ってやったことがあります。今、RPA を勉強しています。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。なおさんにゃまりいこば。にゃまりじゃあらいかぽえにゃまり。じゃあ今。はら。にゃまりビデオでぽえみの。はいはい。ほなちょっと話してもらいましょうか。にゃまりあす自己紹介で病日の。はい。じゃあお願いします。はじめまして。私はいかぽえと申します。今25歳です。2017年に技術大学からアンディサンクロで卒業しました。2017年4月から2020年3月までアンディクレミマ会社でプログラマーとして働きました。その会社に Java と C# 言語を使ってプロジェクトをやりました。今、ホンダロジコンミャンマー会社でプログラマーとして働いています。以上でよろしくお願いいたします。はい。ありがとうございます。はい。